くとね、モルトエキスっていうのを取ってるんですけれども、それを薄めて使いやすいように。毎朝パン食べてたんですね、私高校生ぐらいの時から。で、なんか毎日パンを食べるものみたいなイメージがあって、でそれでいいかな。ケーキとかはね、やっぱり特別な日っていうイメージがあったので、やっぱり毎日食べるものがいいのかなと思ってパンの世界に入ったんですけど、なかなかね、パンはね難しいです。真っ黒になっちゃうんです。それでお塩とお酢で磨いてきれいにしてます。熱粘土がすごいいいみたいで、
牛乳を温めて、それで、中にバター入ってるんですけども、こういう風にするとバターも溶けて一石二鳥やなと思って、間にバターも溶けるかなと思って、
高校生と大学生がスタッフでいてくれるので、あの学校終わってから夕方から来てもらったりとか、まあ、土日はあの学校も休みなので時々入ってもらったりとか。
方が多いんですけど、意外と男性の方もいらっしゃって、今日男の男性の方多いねみたいな。このパチパチいう音が天使の拍手って言われてるんですよ。
キャラで、ちょっと縮むんで、ちょっと大きめにカットしてもらって、まあ、この端っこのいらないところあるけど、羽根を、もし、レモンの種です。きび砂糖と一緒に煮詰めて、焼けました。
で、それプラスゴロッとした野菜が入るといいなと思って、でお肉とね、ゴロッとしたお肉も入るといいなと思って、これフランス生地で、フランス生地のやつで最近これ始めました。めっちゃ遊ぶ。そうなの、怖なの。
後ろ、後ろ。Thank you.